7月28日5時1分ですね。皆さん FX 買ってますか私はまあドル円しかやらないんですけども、んまあ、あの他の方の、ね、動きはわからないんですけどもあの、複数の通貨ペアでされてる方って結構、ね、うん大変なんじゃないかなと思うんですよね。一つの通貨を追求しても、まあ、十分利益は取れますし、まあ、それでもね、 あのー、通貨が追い切れない時があるんですけども、複数の通貨管理するっていうのは非常に難しいなと思うんですよね。えーまあま、ですので私はね、えー、このドル円一本でこれからも行こうかと思いますけども、ドル円につきましては、まあ、あの、譲るものなくこれからも大きな利益を積み上げていこうかと思います。ということで本日は、あこんな感じでゾーンの下側についに展開を見せましたね。新展開っていうのはそういうことですね。今までは、あのー、こちらの こちらの世界でね、ずーっと物事が行われてきてて、で、ここに当たったり、ここに当たったりすると、またね、上の方に戻っていったってことがありますけども、ついに、ここを突き破ったんで、えー、次からの展開は、ここですね。ここを見ていかなくてはいけないのかなと思います。ここですよ。ね、この、この下の世界っていうんですかね、上の世界と下の世界と大体、だいたい、 大きさ同じぐらいでしょここの縦幅と、この縦幅と。まあそういうことなんですよ。こう、ぴったり1ですね。ぴったり1。まあそういうことなんですよ。で、これからはこの辺りでガンガン行くのかなと思いますから、あと106円とか107円の世界はね、ちょっとしばらくお目にかかれないのかなというふうに全体像を捉えております。じゃあ4時間の方見てみましょうか。4時間は、 こちらのレンジを破ってから、ここですよね。このレンジを破ってからというものを大きく下がって N を書いて、さらに下がってもう一個 N を書こうとしているところなのかなというところですね。えアリゲーター3本の移動平均線は大きく下に進むことを暗示しております。えで、1時間ですね。1時間どうでしょうか。えーっとね。 まずは、ここ。このゾーン、あれこのゾーンを、あれこの、何ですかねこれは。すいません。このゾーンをね、抜いて、突き破ってから、次はここの陰線四線が4本揃ってるところが抵抗になって、下に下がって N。で、もう一個 N を書いて、突き破って、 レジサポに当たって、下の方に行きましたね。で、今、もう一回 N を書こうとしているところです。もうギザギザがこうやって、えー、トレンドを作ってるということなんで、しばらくもうね、これは、バイの方にはっきり展開が映るまでずっとセルで取っていきます。これは得意のパターンですよね。結局ずっと今セルで撮ってますよね。セルで取って、セルで取って、セルで取って、 これからもセルで撮るというところでございます。売り売り売りということですね。え、すごく見やすいでしょう。それでは、本日は以上です。